その見に来てくださった人がそこで見てどう感じるかっていうことを、その自分の引き出しをその方が開けて、そこにこう何を見るかっていうことを考えていただくことで作品は完成すると思っていて、なのでこう明確な、私の方からはこれを作った理由っていうものはもちろんあるんですけど、作品を展示していく上では、その鑑賞者とともにその最後の完成をこう目指しているという感じです。私はタバイモと申します。タバイモっていう名前は日本のとても今日その普通の名前ではないんですけど、あだ名のようなアーティストネームです。で、私は日本に住んでいます。で、日本から来たんですけど、自分の仕事は現代美術家として活動しています。映像インスタレーションを主に作っていますが、まあ、最近は絵を描いたり、舞台作品を作ったりっていうこともしています。と、私は大学ではグラフィックデザインを学んだんですが、で、就職も就職活動を、グラフィックデザイナーとして仕事をしたいと思って就職活動を頑張ったんですけれども、就職は全てダメ で、その大学での卒業制作が評価されて、で、まあ、美術のフィールドで、まあ、拾ってもらったっていう感じです。あまりこうその美術を仕事にするっていうことはあまり現実的ではないことだったので、まさかそれが仕事になるとは思ってませんでしたが、こうやって20年以上続けてこれたのも本当にたくさんの人に後押ししていただいたからです。私のその映像インスタレーションの作品を作る時の、まあ、プロセスはまず、まあ、こんなサイズ のコピー用紙のようなものに絵を、自分の、まあ、ハンドドローイングで描いて、でそれを、まあ、100枚200枚1000枚とかいう単位で描くことで、まあ、本当にアニメーションを作っていきます。ただそこから先もちょっと長くて、スキャニングしてそこに絵を色をはめ込んでいったり、映像を編集したりということがその後に続きます。さまざまな色をアニメーションでは使っているんですけど、その色に関して特に、まあ、当初一番初めにそのアニメーションを作品を作って発表した、まあ、評価を得た作品に関しては日本の浮世絵から色をこう、ピックアップしてはめ込むということの繰り返しで作っています。浮世絵からその色をピックアップしたっていうのは、私がそのアニメーションを描いていく上でその自分が描いたものが動き出した時に、でさらにどういう色をそのつければもっと驚くかなっていうふうなことを想像しながら色をいろいろ探したんですけど、その中でもうそのいわゆる日本のこう木版画っていうものでこう作られた色っていうのはとっても独特で、多くの人が日本人でもその海外からその日本をまあ知っている方がその見た時でも、あ、これは日本の色だと感じるような色でもあるんです。色自体がとてもその何かこう固有のキャラクターを持っていて、でその木版画によく使われている色がそのアニメーションの中で動き出すと、それ自体がとてもこう驚きがあるんじゃないかっていうふうに思って使い始めました。まずそのアニメーションを選んだのは私が絵を描くのが下手だったからなんです。その下手な絵っていうのが、まあ、一生懸命描いた絵でも下手な絵っていうのは何に一番生かされるかっていうので、私はアニメーションだと思ったんです。私なんかはそれができないので、よりその面白い動きになると思ってます。
でさらにアニメーションは本当にこう自分のこうイメージしたことっていうのを絵に描いたらそれが、まあ、本当に動き出すことができるんですけど、その動いた先には私もともとその絵が下手だからこそ、その想像しなかったものが生まれるんです。私がとってもこうインスパイアされるっていうのは、もう本当に普通に日常でこう起こったことや誰かとの会話の中や、今ちょっとこう何か引っかかっていることとか、そういうものが一番の原点になります。私は作品の中で全ての、まあ、ほとんど全ての作品の中で、映像インスタレーションに限らず絵を描くときもそうなんですけど、常にその現実と何かどこかでしっかりとつながっている部分を作りながら、こう想像上のというか現実には起こりえないのようなことだったり、現実ではなかなか見られないその部分だったりっていうものをまあ、表現していくっていうことをしています。それはやっぱり非常にこう現実とのその結びつきがあるっていうことがとても重要で、でそれをすることでその現実にこうそのイメージを引っ張ってくるというか、そういう作用を目的としています。とても私にとって大事にしていることは、こうなんか手触り感というか、何をする時でもとってもこう感触を感じるような、私はもう昔からとってもこう鑑賞者に対して期待をしているところが多いんですけど、私自身が作った作品をこういうふうにこう展示の場でこう置いたとしても、そこで作品は 50% しか完成していなくて、その見に来てくださった人がそこで見てどう感じるかっていうことを、その自分の引き出しをその方が開けて、そこにこう何を見るかっていうことを考えていただくことで作品は完成すると思っていて、なのでこう明確な、私の方からはこれを作った理由っていうものはもちろんあるんですけど、作品を展示していく上ではその鑑賞者とともにその最後の完成をこう目指しているという感じです。やっぱり、まあ、その自分自身がこういうモチーフを選ぶというのは、自分にこうあるところでとても近い存在でありながら、一方でこうとても距離のある、そのすごくものすごくもうすぐにでもそこにあってつかめそうなものでありながら、つかんだらより謎が深まるというか、そういうものをモチーフにしているような気がします。なので例えば体のその部分を表現するのも、私の体のここにあるものなのに、実際に自分が所有しているものなのに知らないことが多すぎる。で日本のそのこう固有のさまざまなこうモチーフをこう扱う時も、自分は日本人でありながら、多くの人はそれがこう日本だったら誰でも知っていると思っているかもしれないけれど、近づいてみたら知らないことだらけだっていうような感覚があって、そういったものをそういったものの力を借りて作品を作って、その自分自身も驚きのあるその作品に仕上げていきたいと思ってます。このガーメルスタンドという美術館はホワイトキューブではないので、そういうこの、モルディングだったりとか、空間がこう小分けになっていて、部屋から部屋で移動していくというような、そういうこう動線だったり、とてもこうまあ、誰かの家に来たような感覚っていうのがありまして、でその中でそのどのようにその作品を見てもらうのが面白いのかって思った時に、まあ、ここがそのかつて誰かのお家だった、
けれど今はパブリックで、そのパブリックな空間でその皆さんが訪れるような場所っていう、その時間軸の上でもそうやってそういうそのような変化をしてきたっていうこともありましたし、そのこういったその古典の中での動線をその、鑑賞者がこう入ってきてどういうふうにこう動いていくかっていう動線を考えながら、ここでどんなふうなものを見せたいかっていうものを考えた時に、そのつなげていく美術館のその美術館本体と作品をつなげていくためにも、この空間をこうつなげていくためにも、ウォールドローイングっていうのはとてもまあ機能するというか、とてもいい仕事をしてくれるので。特にまあ下の作品、ファーストフロアの作品はそういったそのパブリックとそのプライベートっていうものをすごく意識しながら、例えばその下のパブリックコンビニエンス公衆便所という作品は、とってもそのプライベートと、パブリックっていうものがを意識しながら作りました。でそれはそのパブリックっていうものがそのパブリックとプライベートっていうものは必ずしも常に分かれているものではなくって、ある時にはものすごくその 近づいてパブリックな部分がプライベートの中に入り込んだりとか、でそういうこうその関係性が一つの例えば公衆便所でさえ変わっていく、そこがこう例えばトイレの個室の扉が開いたらパブリックがこう流れ込んでくるような、そういう空間性、空間の中に空間の変化によってパブリックとプライベートっていうのが混じり合ったりとか、そのどちらかがどちらかを包み込んだりするっていうイメージの面白さがありました。まず私ヨーロッパに初めて行った時に、そのヨーロッパのお家のその中が外から見えるように皆さんこうカーテンを開けた状態で生活をされているのを見てすごくびっくりしました。で反面日本では絶対そのプライベート空間が外に見えるようなことはしないというか、そのとても恥ずかしいことのような感覚があって、なんかこう私も覗きたいものなんですね。そのプライベートな空間、さまざまな人のプライベートな空間を覗きたいものなんですけど、ヨーロッパに来た時にはもう一様に皆さん素敵な空間がそのまあこう外にこう見せられているというか、鑑賞用かのようなこの空間が、そのこと自体がとってもこう不思議なものだなとも思いました。私がその活動をスタートした頃に作った作品は特に、とてもこうポリティカルな要素というか、そのまあジェンダーの問題とかっていうのも含まれてるよねって言われることは多くありました。ただ私はそこまでその意識をしていない。私自身がそこをすごくよく考えて作っているわけではなくて、もっとその自分のこう肌でこう感じていることっていうものを中心に描いていって、それが世の中的にこう、あまり褒められるようなことでないものも含めて自分が、まあ、嘘がない形で表現していくっていうことに努めてきたので、私がさっき話した 50% のその期待を鑑賞者に込めているっていうところがとてもその話の答えになると思うんですけど、まあ、どうして皆さんが そこにこうポリティカルなイメージを持ってくるのかっていうのは、やっぱりその方にその方の引き出しを開けた時に上手にそこにこうぶっとくっつくようなそのポリティカルなイメージっていうものを持ってるんだと思うんです。そのそれぞれが持っているものをこう取り出した時になるべく多くの人にこう
ピッとくっつくような何かは提供してると思うんですけど、それが正解ですよって言ってるわけではなくて、それぞれがどのように今そこでこの作品を見ているのかっていうことが、その本人のこう見ている方自身の作り上げられたストーリーであって、それは彼らが非常にこう社会に対して様々に思いがあるからだなとは思ってます。まあ、そういう意味で一つのこう鑑賞者が喜んでくれるために何かをするっていうわけではなくて、何かそこにこう作用が起こるような出来事を作り上げたいっていうふうには思ってます。